ちょっと切れたあっちゃの容量オーバーで。これコーヒー、コーヒー飲むもんで。で、コーヒーこぼして、コーヒーこぼしてさ、あれ反応高かったの意外だったな。うわ、こいつ落としたコーヒー飲んでやがるっつって。それであれ俺、若干ね、いや、木の味がするかと思ったけど、せんかっただ。でもあんな俺普通だよ。うん。別にあれやって、あれがね、本当にね、反応が高かった。米とほとんどあの件で、ただ俺としてはどんなんとでもない、うん、腹が痛くならんけりゃいいし、仮に腹が痛くなってもいいんだよ別に。そんなもの仮にそんなもん、今どん底だもんね、さ死んでもいいの本当に、うん、誰か結局別俺急に殺してくれてもいいの、うん、別に腹痛とかで死んでもいいの、そんなもん。じゃそうじゃなくてね、だから結局ゴミをなんか食べてるって言ったわけでしょ。実はそうやって言う、別にそういうコメントに反論するわけじゃない。別にそのコメントは自由だし、別に俺コメントに対してなんか憤ったりすることほとんどないから。うん。俺は常に公平で、だから、これ通常。だからさ、その上から押し付けるみたいな経験が結構多かったもんで、まあ、俺そういうこと嫌なもんで、だからそのコメントは自由よ、別に。そのコメントしてもらった人にどうこうっていうわけではない、うん、ただ、なんていうかな、ゴミとかも全然食べちゃう、うん、ゴミとかも全然食べちゃうもんね、俺。それさ、そこら辺でもう価値観の違いだよね。ただやっぱそういうさ、落ちてるものを食うとキモいっていう価値観の人が多いっていうのはそうなんだろうね。だもんで俺がさ、あれゴミを拾って食べてるような感じだってことでしょ。だからそれをうわっていう人は多いんだろうね。やっぱそのコメントでもそうだし、だからさ、俺床に落ちたものをさ、食べるの、とか言う人おるけど、まあそれはそれでいいんです、そんなもの。でそのもの全然食べちゃう。うん。そんなも問題もないと思うし。それって考え方だよね。別に法律でさ、床に落ちたものを食べちゃいけないって法律があるわけじゃないし。たださ、思い出したけど、前、居酒屋でさ、働いとった時に、もうなんかね、管理とか全然届いてなくて、もう、超不妊起点で、もう上のやつも何も言ってこんくて、なんか下に落ちた、食べ物をね、提供したことあったわ。うん。もうずっと前だけど。じゃもう見た目も全然綺麗で、バレんじゃん。そのまま、はい、できましたって焼き鳥して。下に落ちたんだけど。まあ、それ焼いたけどね。うん。じゃあ、それでさ、今じゃねえよ。今俺バイトしてねえもん。じゃあ、しとる。俺はね、居酒屋で俺バイトしてるな、実は。うん。俺今、実は居酒屋でバイトしとって。うん。ガンガンに言われとって。下のやつに。うん。まあ、いいや。それさ、なんでゴミとかも全然食べちゃうよな。全然食べちゃうって言ったら行き過ぎだけど、下に落ちたものは全然余裕だよ。この下に落ちる落ち葉とかでも食いちゃうもん。俺だから雑草とかあるやん。あれとかさ、家に持ち帰って食べれそうなものって、食べてみるけど、まあ結構危ないこともあるけどね、あれ。だから白菜とかでさ、
下に落ちた。そのまま鍋に入れてさ、さすがにまずいものは食べん。いや、うまいきりは食べちゃう。だから人が見てるところではやらんだろうね。で、人目を気にするから。動画ってさ、人じゃねえな、これ。ライブじゃねえもんさ、これ。まあいいや、疲れた。ちょっと話疲れた。女ってさ、よく話すよね。やっぱね、左脳が発達しとるで。言語能力はね、女には絶対勝てん。K-POP でもさ、TWICE のモモとかさ、サナとかさ、平気で韓国語話しとるやん。ちょっと韓国行ってさ、ちょっとただけで話しとるやん。俺は絶対無理だもん、俺なんて。多分男は無理じゃない。言語能力はね、圧倒的な女の方が上だよ。正直あんま喋りたいと思わんもんね。そもそもが。日本語でも。うちが出たさ、理系のさ、数学とか。ああいうのは、まあ人によるけど男の方が強いだろうね。見つかるかよ、売り場が。売り場憧れとる、売り場に。売り場が全て。ミカの。やっぱね、ミカ結構いいのいっぱいあるわ。うん、愛知県、名古屋も。地元ラブだ。どん底貧乏すぎて、うん、もうどん底貧乏すぎて、うん、もうどん底貧乏すぎてだ。マジでもうどん底貧乏すぎて。とにかくもうどん底貧乏すぎて、うん、とにかくもうどん底び、どんみん、どんみんだよ、どんみん。俺チャンネル名どんみんにしようか、どんみん。俺どんみんにするかもしれん、チャンネル名。チャンネル名変えるかもしれん、どんみんに。かっこもうど、俺ちゃんと持って帰るから、これは。これ、俺捨てたことないから。吸い殻絶対捨て、うん、もう俺それ俺のポリシーで。じゃあ捨てる人は捨てるんじゃない。まあいっぱいおるよな。そこも考え方だよね。俺はやっぱしね、捨てたくない。自分のさ、クソみたいなもんや、汚物っていうか、そういうのをね、なんか美学っていうかさ、嫌だよねって思うから。Thank you.